お疲れ様です。本田です。今日も信長の野望波動実況をしていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。よく毎日こうネタが尽きないもんだと自分でもですね、反応しております。はい。今日なんですけれども、次にですね、この天下騒乱交換所というところで僕、ポイントを貯めました。はい。バグを使ったですね、やつじゃないですよ。ちゃんとですね、賊を倒してまいりました。でですね、獲得ポイントが9万4000というところで、この6万の特別登場900をですね、ぜひもらおうかなと思います。族をですね、だいたい僕計算したんですけど、だいたい150万人ぐらいあれしましたね。はい、殺しました。僕の手は血にまみれてますね。はい、この血にまみれた手でですね、報酬をもらおうと思っております。テンション高いぜ。交換します。ゲットしました。特別登場添付900。来い信長、来い信長、信長信玄、信長信玄氏康、信長信玄氏康、来ました。北条氏康さん、ありがとうございます。大強化された北条氏康さんが来ました。持っていませんでございました。はーい、嬉しいわ。皆さん、今日はですね、僕仕事、今日の仕事終わりましたわ。はい、残り3万ポイントありますけれども、北条氏康をゲットしたので、こちらのですね、編成を組んでいきたいと思います。ここからですね、北条氏康の編成の方を考えてみたので、皆さんぜひですね、見ていただければと思います。北条氏康なんですけれども、まず能力の方を見ていきますね。先方強力になりましたね。自身と一門衆を含む味方3部隊の弱化効果を3つ打ち消し、つまりデバフを全て消し、堅固 10% 付与カチカチになり、さらに対象を含む敵3部隊の強化効果を3つ打ち消した上で、知略 200% の攻撃というところで、完全にですね、最強武将の一角に名乗り上げる形になるかなと思います。はい。で、この人ですね、北条氏康については、足軽 S というところで、他の兵科で使うことはあまり考えない方がいいかなと思います。足軽で使うのが最もなんですけれども、足軽というところで、ただでさえ硬いところに堅固がつくというところで、非常にしぶとい、同情性に強い武将になるかなと思います。危機というのはですね、兵力 50% 以下の時、部隊の改心発生率というところで、兵がですね、かなり減った後でも、しぶとく、そこのところを守るという、攻城戦のですね、特に守りの時には活躍するんじゃないかなとは思いますね。で、中積。対象の場合、すべての戦法連鎖率プラス 1% となっております。今回僕手に入ったばっかりなので、こちらのですね、レベル、まだ1なんで低いんで、戦法連鎖率プラス 1% というふうに考えていただければと思います。はい。編成なんですけど、まずここにですね、2つ出してみました。副将候補。まずは、こちらの、北条綱重になりますね。北条綱重は、北条氏康の同じ一族になります。はい、ここでですね、牢城名人というところでつながっているので、非常に連鎖率が高くなっております。 43% ですね。で、高校のラインが非常に強力で、同じ足軽も S ですし、この2人が組むことによって、もうはっきり言って鉄壁のラインになるかなと思います。ここは非常におすすめの2人になりますね。ただ北条家の弱点として、あんまりですね、がっちりつながるっていう人が武田家とか織田家ほどはいないので、まあ、その下に誰をつなげるかなっていうところであんまりいないんですが、まあ、S の中では比較的ですね、こちらの森田兵、いつも同じ森田兵と、はい、こちらの蟹サイズあたりが合傑でつながって無難かなと思います。彼らがつながることによって、はい、堅固だったりとか豪遊武勇が上がったりとかですね、まあ、そういった意味ではバフになるのかなとは思います。ちょっと与力が少し弱めなのが申し訳ないなっていうところなんですけど、まあいい働きはするかなと。使わない方の与力とかにやりたいんですけどね、本当は。カリサイゾウ、技能目当て。で、こっちの方のですね、右側の方にやってみましたのは、こっち三好ですね。三好さんもですね、連鎖率はなかなか高いです。はい。21% となってます。最強じゃないんですけど、さっきの半分ぐらいな、ね、強要でつながってますね。こんなに金のですね、個性があるのに、つながっているのは強要だけというのは少し寂しいんですが、まあ、ここのラインのいいところは、お二人でですね、地方系なので、で、しかも再起で部隊の地力も上がりますので、非常に噛み合わせがいいとなっております。こちらはですね、綱重さんを育ててない方は、三好さんを育てているっていう方は、このラインもいいんじゃないかなと思います。三好長慶さんはですね、組ませるときには、いろんな人組ませられます。こちらの末春方でもいいですし、はい、里見義隆でもいいかなとは思います。まあ、この辺つなげていい感じのですね、ラインができます。じゃ次ですね、この辺の人とも相性悪くないですよというところで言うと、はい、北条氏康は上杉謙信とも相性悪くないです。同じ兵士だったと思いますけど、はい、兵士というところで、
つながっております。まあ、上杉謙信については森田兵とかですね、上杉景勝といった息子と縁がありますので、この辺でいい感じの連鎖は組めるかなと思っております。で、右の方のですね、こちらの長野さんですね、群馬の英雄の長野成政なんですけれども、この人もですね、道場名人を持っているので 36% とすごい高い連鎖率を持っています。まあ、北条、ですね、宇治康からの長野成政は同じ知略というところですごくですね、噛み合わせがいいかなと思います。で、その下にさらに同じ道場名人つながりでさっき出てきました北条綱重をつなげてもいいですし、はい、あと女性のねねとかをつなげても連鎖率 31% どれがいいですかね。で、思ったんですけど、これしかない、おすすめだみたいなのが実はあんまり思いつかなかったですね。本当に帯に短し、たすき流しというか、北条綱重が一番 43% で、まあ、定番かなと思うんですけど、治癒武勇というところで、まあ、もうちょっと欲しいなっていうところと、頼木が少し弱めになっちゃうなっていうのはありますね。三好長慶は頼木もいいですし、同じ知略同士でもいいんですけども、連鎖率 21% とは物足りないです。で、上杉謙信も連鎖率つながらないですし、まあ、上杉謙信は正直大将で使いたいなっていうのがあるので、大将の上杉謙信、その下にこちらのですね、北条、宇治、安をつけてもいいのかなとは思います。で、長野成政は実はすごく相性が良くて、連鎖率も高いし、同じ知略系っていうところもいいんですけれども、残念ながらですね、陛下の方が足軽 A になってますので、ちょっとその辺とか噛み合わないかなと思いますね。はい。なんで、北条氏康は、これだっていうですね、かなり決定版の人がいないので、副将で。まあ、皆さんそれぞれ、いや、俺はこう使ってるよ、こっちが便利だよみたいなのですね、それぞれあると思います。皆さん、この4人だって誰使ってますかね、あるいはそれ以外の人使ってます？僕の持ってる中では、ちょっといないんですよね。信玄とかひょっとしたらつながるのかなと思いますね。信玄さえいれば、まあ、こちら虎とかも確かつながったかなと思いますしね。この5人かな。はい。三好、北条、綱重、そして長野成政、上杉謙信、武田信玄、この辺りがですね、北条、宇治、安のおすすめの副将になっております。皆さんですね、ガチャで出たもの、出ないものあるかなと思いますね。この中で適当な人を選んでいただければと思います。僕もですね、まだこの北条、宇治康出たばっかりなので、すぐに実用に耐えるような気はしなくて、北条綱重の副将として使っていくのかなとは思うんですけれども、本気を出したらですね、最強武将の一角というところで、はい、皆さんぜひですね、ガツガツ北条、宇治康昔から使っているという方は、おすすめの編成教えていただければ幸いです。結構なところですね。はい。ガチャでいいのが出たので、ホクホクしております。皆さんも、こちらのですね、天下、騒乱交換所、ガンガンですね、俗を買って、血を流して、いい武将をゲットしてください。じゃあ本日はそのところです。ありがとうございます。失礼します。